カノンに負ける確率ちゃんとやればゼロだと思うけど、ちゃんとやれば。あ、これ分かった分かった。これこの人超強い。マンガリッツが2回ぐらい負けてる。やべ、死ぬ。あ、いや、強いんだよな、この人。やべやべ、死ぬんだけど。マジで強い。うまいわ。2回言うとなんかもうなんかいなされてるかも。やべ、ごめんなさい。ガード割れるよ。次は大丈夫、まだ大丈夫。これ、はい、消されてる。これ死ぬかもしれない。パクってなかった。あんまりくないな。先やんの。はい、開始だめ。うお、うめえ、うめえってコメント流れてるね。ちょっと
強かった逆なこの人。で、抜けたかな、抜けたと思う、パーセント抜けた気がする、抜けた、抜けたね。今日は昨日と違ってなんかだるい感じがない、いや俺ちょっとそれに負けるのは嫌だ、ちょっと待って、やめろ、はいはい、いや超えたね、でも一旦これで80いったら終わあ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、違う、違う、何時に始める、確かに何時に始めるか、多分8時ぐらいかな、やるとしたら、ちょっと待って、見た見た見た、もう見た、もう外出ないわ、もう見たよこれ
絶対外で立ち回りで勝つ。そうだよな。夜の部やるよ。確かに。あ、玉間さんってさ、クラウドだっけ？ちょっと待って。クラウドだね。クラウドなんだよ。いや、竜だっけ？玉間さんって竜だっけ？今、玉間さんなんだけど。竜だっけ？クラウドだっけ？竜か。結構強いんだよね。倒すと思う。ダメよ、普通に。低い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 。やられたわ。必殺のタイミングを測れ。